How much? We are Japanese comedian and musician. Please bring us to your country. よっ。ほほほ。持ってけ持ってけ。はい、原宿メモリー第97週その4でございます。はい。はい、今回はですね、はい、あなたの理想に近い職場のマドンナはと。マドンナ。うん。まあ、そもそもマドンナってなんでマドンナって言うんでしょうね。ああ、考えたことないですね。あのやっぱり外国のあのマドンナさんから来てるんですかね。いやー違うでしょう。そのマドンナさんはマドンナから来てるんですかね。そもそもなんかマドンナってなんかがあってかもしれないですね。ね、そこを突き詰めればきっとなんか答えは出てくるんでしょうが、うん、突き詰めずにいきます、ね。突き詰めずに、はい。はい、吉田さん、ご職場に女性の方っていらっしゃいますか。いますよ。どうですか、なかなか可愛い子とかは。そうですね。なんとか今の間は。まあでも昔の職場とか、うん、も含めてね、はい、まあ可愛い子はいますよね。可愛い子は、なんかこういう子がいたらいいなっていうのはありますかね。まあ単純に普通に見た目がいいと目の保養にはなりますよ、うん、そうですよね、うんうん、でも大体なんかチヤホヤされちゃうから、はい、だからまあ大体なんか仲良くする男の人とかがさ、うん、こうよく周りにいたりとかね、はい、そういう様を見るのはあんまり気持ちよくないね。ああ、うん、なるほどね、うん、職場なのに。そう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 、そういうのは仕事終わってからやってよみたいな、うん、こうでしょう、こうこういう、ね、有名人とかね、こういう子がいたらいいなってのは。マドンナで、うん、マドンナ職場のマドンナって、まあ、要は職場にこういう子がいたらいいなってことだと思うんですよ。難しいね。うん、今パッと思い浮かんだのは、はい、ではベッキーさんとかいいんじゃないですか。ほう、なんか気が利きそうだから。ああ、いつも元気で頭がちょっと回転して、そう、ムードメーカーにもなるし、ムードメーカーで、いろんな人にも気が利くっていうのかな、うん、そういう人はいいかもしれないですね。マドンナっていう意味だと。レベッカさんですね。レベッカ。いや、なんかあのそのベッキーってそもそもあのイギリスの方だったかな、うんうんうん、レベッカっていうのの相性がベッキーなんですよね。はいはい、聞いたことあります、うんうん、そういうところからレベッカさんと言わせていただきましたが、はい、また毎度恒例のですね、うん、R25 リサーチ、はい、これ使い始めて早3週でございますが、うん、使うね。 R25 リポートだった、はい、今回はあなたの理想に最も近い職場のマドンナはと、うん、でご紹介していきたいなと、はい、1位から4位までございます、はい、第4位、スタイル抜群、露出が多くてセクシーな星野亜希型。マドンナが、うん、うーん、いかがでしょうか、星野さんがいたら。まあなんか露出の多い人って、うん、まあそういう人もいたことあるんですけど、はい、まあ、やっぱ浮きますよね基本的に。間違いないでしょうね、うん、それはね。で本人が、うん、結構それに、まあ、気づいてやってんのかちょっとわからないんですけど、うん、気づいててやってたとしてもね、うん、まあ、気づいてなかったとしても、うん、まあ、ちょっとなんていうのかな、いただけない感じになっちゃうから、うん、マドンナにあんまならないような気がするんだよね。なるほどね、うん、まあ、ご意見としては、はい、目の保養になるっていう、まあ、プラス意見と、うん、目のやり場に困るっていうマイナス意見が出ておりますね、うんうんうん、はい、まあ、星野さんいたらね、とりあえず見ときますよね。星野亜希さん自体はなんか明るくて、うんうん、ただね、星野亜希さんがいるわけじゃないですからね。まあね、そっくりな人がいるだけであってね、似てる感じの人はね、はいはい、次第3位、ちょっと怖そうだけど、うん、有能なクールビューティー、うん、黒木メイサ方。いかがでしょうか。どうかね、ちなみに僕知らない、黒木メイサさん、はい、あ、本当、はい、割となんかハーフなのかな、エキゾチックな顔立ちで、髪は黒くて長くてみたいな、うんうんうん、大和ハウスの CM とかね、役所さんと絡んでたりとかしてますね。
むしろ僕役所広司さんに職場にいてほしいんですけどね。マドンナじゃないかな。マドンナじゃないですけどね、まあ美人系ですよね。美人系、うん、一応まあご意見ご紹介しますと、はい、才色兼備にこそマドンナと、うんね、会社だから仕事ができないとダメという真っ当な意見、うん、これ仕事できる方なんですかね。まあ、黒木メッセさんかどうかは分かりませんけども、はい、まあ、そういうイメージがあるんでしょうね。そういうイメージがあるでしょうね、うん、うん、黒木ひとみさんなら知ってるんですけどね。あー、まあはいはいはい、うん、まあ、でもまあ今回のお題にはあんまはまらないかもね。一緒に失楽園を、あ、失楽園しちゃうの、うん、あ、そう、それでは別のテーマでやってください。はい。第2位いきます。つい構ってしまいたくなる可愛い甘えん坊、はい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 、海藤愛子型と、あ、はい、お天気のお姉さんですよね、目覚ましテレビの、うんうん、海藤さん、ね、守ってあげたい、ね、仕事を教えたいなど妹キャラを求める声が目立つ。うーん、どうですかね。どうですかね、妹キャラ案外あれですよ、うん、めんどくさいですよ。ほう、どういうところ、なんか体験談があるんですか、そういうの。体験談っていうか、うん、結局結構、はい、人に頼っちゃったり依存するから、うんうん、で可愛いからまた助けちゃうんだよね、うんうんうん、みんな、うんうん、はい、でそれで結局仕事ができないってことだから、うん、積み重なっていくとね、いつまでも仕事覚えない、そう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 、うんうん、そういう傾向になりがちだよね。25歳前の女にありがちなやつですね。わかんないですけど、うんうん、でもまあそういう状況はあると思います。でもなんかこういう人いませんだって、よくみんな教えてくれ、やってくれるから私やんなくていいって勘違いしちゃうようなね、そういう女性、うんうん、では栄えある第1位いきます。はい、優しい笑顔で励ましてくれる癒し系美人、綾瀬はるか方。まあそれはいいでしょうよ。あの 54% も取ってますよ、100人中。あんまりなんか仕事がどうできるとかそういう感じもないけどね、うん、なんかほんわかしてるのがいいのかな。最近大人気ですよね、綾瀬さんってね。まあもともと人気はあるんだろうけど、うん、より一層ね、より一層ちょっと頭一つ出たような出てますよ ね、 すね、うんうん、おっぱいバレーとかね、ありましたね、そんなのね、うんうん、ね、あとなんかドラマも出てますよね、結構ね出てるんじゃないですか、うん、うん、全然そのドラマのタイトル言えないんですけど、言えないのに振っちゃったの。1映画1、あ、1ね、ちょっと前のですけどね。うん、あれもそうだね、なんか僕の彼女はサイボーグだったとか、ドラマだと蛍の光、あ、いや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 、結構あれしといてよかったんですけど、ね、窓の雪、うん、うん、はい、まあ、一応フォローしてみました、ね。一応ご意見としては、はい、笑顔は職場を和ませる、うん、癒しか、癒しが欲しいといった理由が多かった綾瀬はるかが過半数を獲得と。うーん、癒しを求めてるらしいですね。癒しね、結構癒しブームずいぶん前にあったけど、うん、まだ健在だね、うん、職場にやっぱこうなんていうかな、癒される存在が欲しいんでしょうね。ちょっと前だとほら飯島直子さんとかさ、ほうほうほう、井川遥さんだっけ、うん、とかちょっとこう癒し系な感じの人が一時期もてはやされて、缶コーヒーの CM とか出たりとか、うんうんうん、出てましたね、お茶の CM に出たりとか、うん、そういう時ありましたよね。はいはいはい、でもブームだけじゃなくてやっぱりニーズがあるからこう定着してやっぱり1なんでしょうね。でしょうね、綾瀬はるかさん、うん、いかがですか、もし綾瀬さんが職場にいたら、へーへーへー、いいんじゃないですかね、うん、最高ですよね。あ、野川くん好きなんだ。そうですね、好きですね、はい、まあ、というわけで今回はあなたの理想に近い、最も近い職場のマドンナはというテーマでですねお届けいたしました。はい、では原宿メモリアル第97週その4はここまででございます。また明日、さよなら。はい。